メグリンは、八明ラ運輸が、岡山県岡山市中心部で運行する、路線バスの愛称。タクシー事業者の八明ラ運輸が2012年7月20日から運行開始した、市内循環型の路線バスで、岡山市内の主要施設を結ぶ。規制緩和により2002年に、道路運送法等が改正され、 受給調整規制を前提とした免許制から輸送の安全等に関する資格要件をチェックする許可制へ移行したことを受け、新規事業として参入したものである。運行拠点は岡山市南区藤田にあるバス事業部岡山営業所で、他に岡山市北区警町地内に待機場がある。1キロメートル圏内の運賃を100円均一として、 競合する、市内バス路線や路面電車よりも安価な運賃を打ち出し、競争力を高めているが、他社の競合路線への新規参入により、圧力を生じさせ、行政訴訟に至っているケースもある。また、頻繁に路線変更やルート変更が行われている。2020年4月25日の改正以後、以下の2路線を運行している。岡山駅前は、偉大右線は、 岡山駅前、バスステーション6番乗り場の隣から、マスの線は、岡山駅前、バスステーション10の1番乗り場から発着する。運賃は、マスの線、日赤線の一部区間を除き一乗車100円均一。循環便でない途中止まりの便に終点まで乗り、乗り継ぎ券を受け取って、後続便に乗り継いだときは、追加運賃不要で乗り継ぎができる。 マスの線の東山港湾前から新京北、新京南間での乗降を含む乗車は250円。日赤線の清照小学校前日赤病院、南港入口間での乗降を含む乗車は190円。乗降方法は、運行開始当初は、他の岡山地区の路線バスと異なり、前乗り前払い中を理性を採用していたが、現在は、他の岡山地区の路線バスと同様の、 中乗り前折跡払い制を採用し、均一路線を含めて全区間整備建制としている。100円券が11枚綴り1000円、250円券が11枚綴り2500円の回数券や、100円区間内が1ヶ月3000円、全路線が1ヶ月8000円で、乗り放題のフリーパスも車内及び生活再か岡山、県庁店にて発売されている。 100円区間用のフリーパスで100円区間以外を利用するときは差額を現金で支払う。QR コード決済に対応している。日のポンチョロングを使用している。予備車として、富士重工 8E ボディ仮装の日産ディーゼル RN が1台在籍する。なお、富士重工製ボディの KKRN は、この1台のみ製造されたものとなっている。 八明運輸は2017年3月30日、めぐりんの新規路線として、岡山市中心部と岡山市東区最大自治区を結ぶ路線、マスの線の新設を国土交通省中国運輸局に申請した。マスの線の申請ルートの多くが、両備えバス岡山最大自治線及び、岡山電気軌動東山線と重複するルートであり、運賃も、 両村内バスや岡山電気軌道よりも格安に設定された。当初は2017年10月の運行開始を予定していた。両村内バスにとって岡山市中心部と最大自治区を結ぶバス路線は前身の最大寺鉄道時代から100年以上にわたって沿線開発をしてきた伝統的路線として位置付けられており、繁忙期には5分間隔での運行が行われるなど、 同社のドル箱路線ともなっている。和歌山電鉄をはじめ、公共交通の再生にも取り組んできた、両備ホールディングスは、3.4割ほどの黒字路線で、残りの赤字路線の損失を補填し、路線の維持に努めてきたと説明しているが、ドル箱路線へのめぐりん参入により、年間3億円近い減収が見込まれ、赤字路線の維持が困難になるとして、 2018年2月8日に、両村内グループ参加の31路線について、一斉に廃止届を中国運輸局に提出した。両村内ホールディングスの小島光信代表は、記者会見の席上で、地域の交通網を守らないと、地方創生などありえないという信念でやっている、廃止するために廃止届を出したわけではないと強調し、 新路線の認可がされなければ、廃止届を取り下げると説明した。しかし、中国運輸局は、両ソナホールディングスの記者会見の行われた8日の午後、八明ラ運輸に対してマスの線の新路線、開設申請を認可。中国運輸局は、認可について、あくまでも道路運送法の基準に照らして判断したとしているが、両ソナホールディングス側は、 何故認可を急がれたのかその真意が分からないとこれに反発した。一方の八垣ら運輸側は公式サイト上で代表取締役の成井氏、俊明の署名入りコメントを発表し、マスの線への参入について健全な競争により市場を活性化させ、より充実したサービス提供を行わせていただくことと主張。両備内グループの廃止方針については、 直接的な言及を避けつつも、黒字路線が赤字路線をカバーすることも、各路線によって利用客数もおのずと異なることから、一定程度はやむを得ないとしながらも、黒字路線で赤字路線をカバーするという事態が行き過ぎれば、黒字路線の利用客は自由な競争が行われていない、条件下では不当に高い運賃を負担するという事態に陥ってしまいますと、 道路運送法で定めた、能率的な経営のもとにおける適正な原価に適正な利順を加えたものを超えないものであるとする、制度設計とも矛盾が生じかねないと主張している。今回の、メグリン新規参入に近する、両備えグループによる赤字路線の一斉廃止届提出という強行手段については、様々な議論を巻き起こしており、 政策コンサルタントの室伏健一は、日本において交通権が明確に確立しておらず、公共交通を独立採算性の民間サービスとして捉えていることが問題であるとして、公共交通を公共サービスとして位置づけて、独立採算性を前提とする制度を全般的に見直すことが必要であり、そのために道路運送法や鉄道事業法等の大改正が必要と述べている。 一方、鉄道関連の記事を多く執筆するフリーライターの杉山淳一は、今回の両備えグループの手法について、顧客を不安がらせて、行政から納得できる答えを引き出すというやり方で、あると指摘し、両備えグループの戦術が間違っていると指摘している。なお、両備えグループの31路線の廃止届については、関係する自治体である岡山市、倉敷市、 瀬戸内市、玉野市が廃止届の撤回を要請し、石井慶一国土交通大臣が2月13日に行われた閣議後の記者会見の席上で地域協議会に参画して積極的に協力を行うことを明言したことなどを踏まえ、3月15日に廃止届の取り下げを中国運輸局に提出した。その一方で、両備えグループは国に対し、 八明運輸への事業計画変更申請について、認可の前提となる、停留所設置のための道路専用許可に可視があるため、認可は違法であるとして、4月17日付で、認可処分の取り消しを求めて提訴している。これと、並行して、両村内バスは巡りリ運行開始に先立つ2018年4月9日に、最大自治区のダイヤ改正を行い、土曜、休日のみ運行だった。 岡山駅マイナス海基地線を区間変更して毎日運転の岡山駅前、マスの再選とした上で岡山駅行きをイオンモール経由とするさらに東山での路面電車乗り継ぎのための情報提供を行うなど巡りんを念頭に置いた新たな路線設定を行っているマスの線は2018年4月27日に運行を開始することになったが 両村内ホールディングスの主要労働組合である、両村内バス労働組合が、メグリンの参入により、両村内バスの著しい業績悪化が見込まれ、組合員の賃金、雇用に影響を及ぼすとして、両村内バス最大事前をはじめとする両村内バスの一般路線全線でのストライキを通告。会社側と組合の交渉の結果、運行休止ストライキではなく、 両村内バス最大事線と岡電東山線に限った週改札ストライキに変更し、4月26日27日に運賃の収受を行わないストライキが行われた。両村内バス労働組合による一連の動きについては、沿線の岡山大学附属小学校が臨時休校を決め、その他の沿線住民にも混乱が生じるなどの波紋を残したほか、 岡山県知事の井原木隆太、岡山市長の大森正夫が、定例記者会見の席上で、ストライキという手法への懸念を表明している。ありがとうございます。